は楽しんでね帰っていただきたいと思います。さあそれでは早速始めていきましょう。波動ファイト。さあそれではヤサオから1番奥川キム選手3331、真ん中鈴木イズム選手1135、そして手前黒選手が4321です。対する福岡第一高等学校 A チーム1番奥川横山選手4321、真ん中ショート選手1135、手前ケイシ選手が5221という編成となっております。さあ福岡第一高等学校 A チームが3点とリードしております。ここで2枚目3枚目とシールドを貼っていく。ショート選手横山選手にシールドを上げる形。さあまだまだ試合分かりませんよ。残り時間は30秒。お互いにシールドは2枚ずつ残しております。ここで鈴木イズム選手が両面展開。さあうまくここショート選手カバーしていきます。ここは肩張りで対処。黒選手はシールドの後ろをしっかりと見ている。残り時間は10秒。福岡第一高等学校 A チームが4点とリードしている。1点でも取っていきたい。さあおお1点取れば試合終了。1対4福岡第一高等学校 A チームの勝利です。